石川県道22号、金沢小松線は、石川県金沢市から小松市を結ぶ県道である。起点の金沢市、有松交差点から、南大通りで南に進み、どうしたかを一丁目交差点へ至る。また、新道にあたる、金沢市進み交差点起点の区間は、山川環状で、道下上町から先浦、遊波トンネル、多くはインターチェンジ、野田トンネル、 長坂台、山品を経て、高尾一丁目交差点に至り、剣道部と合流する。高尾一丁目交差点からは南下しながら、同志高尾南、北大国を経る。同志40万付近で緩やかに南西へ向きを変え、野の市市を経て、白山市に入る。白山市木津交差点で、加賀産業開発道路を直進し、川北大橋を経由する新密地区間と加賀産業。 開発道路を離れ、辰野口橋を経由する、旧道部に分かれる。新道部はそのまま、加賀産業開発道路を直進し、漆島南交差点より、川北町に入る。川北大橋にて手っ取り川を渡り、野見市に入り、さらに南西に進んで、野見市辰野口地区の青山交差点に至る。旧道部は、加賀産業開発道路を離れ、左に折れて南下する。 白山市木津交差点より南下した後、同志行町交差点で西に折れ、同志安吉交差点まで、石川県道58号鶴木三河インター線と、重複する。安吉交差点で南に折れ、川北城に入る。道町送信、河川室地区を経て、辰の口橋で手っ取り川を渡り、野見市内に入る。同志三津屋交差点で西に折れ数百メートル先の、 倉重交差点で南に折れる区間は、石川県道4号小松剣線と重複、辰野口温泉街を経て、同市青山交差点で、加賀産業道路に戻る。新道部と合流後は、青山交差点から南西に進み、石川動物園前を経て、小松市に入り、小松市東部の丘陵部に沿って、さらに南西方向へ進み、八幡 IC で国道8号と重複する。 東山インターで国道8号と分かれ、西に進み、終点の北浅井交差点に至る。金沢市南東部、野の市市南部、白山市三島地区、野見市辰野口地区、小松市南東部などを結び、沿線には、新興住宅団地や工業団地が多い。また、野見市沿道には、辰野口温泉や辰野口丘陵公園、石川動物園などの観光施設もある。 金沢市内の山川環状区間と手っ取り川を渡ったのみ市南の加賀産業開発道路は、辰の口丘陵などの丘陵地を通るため、坂道が多い。対して、野々市市、白山市、川北町の区間は、田園地帯を通り平坦である。山川環状、南大通り、加賀産業開発道路にあたる区間は、すべて中央分離帯のある片側に車線に整備されている。 そのため、国道8号の裏道として使われることが多い。途中の川北大橋は無料化になるまで、一つ、下流にある湯や交差点経由で辰野口橋に迂回する、車も多く見られた。対して、加賀産業道路の旧道のような存在になる、白山市木津交差点から、野見市青山交差点間は片側一車線の対面通行になっている。特に、野見市辰野口温泉付近は、 大型車のすれ違いが、難しいような道幅になっており、バス専用の丸とバツの信号が設置され、大型バス同士のすれ違いができるようになっている。原道振動金沢市部付近白山市、安養寺北交差点から、終点の小松市八幡 IC までの区間は、加賀産業開発道路と呼ばれている。加賀産業開発道路は、旧松島市や旧辰野口町、 小松市北東部などの開発促進が目的で作られた。現在、沿線近くに北陸先端科学技術大学院大学があるほか、沿線に NEC やマットを先端技術団地、加賀東芝エレクトロニクス、河野大工業団地などが立地している。また、森の里、田上、多くは、長坂台、山品、久保、光が丘、40万など、新城、 水保、三島台、藤野木など、辰野口ハイタウン、和光台など、八里台、河野台などといった新興住宅地も多い。かつては起点である有松交差点から小松市淡田温泉交差点までの区間を加賀産業道路としていたが、山川環状の開通により、 現在では安陽寺北交差点より、八幡温泉西交差点までの区間を、加賀産業道路としている。なお、加賀産業道路は愛称であって、正式名称ではないため、市販の道路地図などでは、有松交差点から高尾第一丁目交差点の区間についても、加賀産業道路の表記が残っているケースが見られる。ありがとうございます。